出雲駅伝区間予想。やったいましたいましたよ。もう本当にね、うん、目前ですよ出雲駅伝、うん、もう1ヶ月ぐらいですかもうすぐ、ね、楽しみでしょうがないですけども、はい、今日はどこの区間予想でしょうか。今日は東洋大学です。押してます、押してますよ我々、はい、去年の、うん、東洋今頃、はい、なんか噂によると弱いというのがいう話があるじゃないですか。去年の今頃本当ね苦しんでました ね今年全然期待値違いますよね。ちょっともう全然違います。やっぱ今年1月にあった箱根が良かったんで、うん、はいはいはい、はい、あの流れでずっといいですよね。そうですね、うん、ちなみにちょっと聞いていいですか。はい、今年の東洋大学、うん、エースと呼ばれる人、筆頭は誰でしょうか。難しいな。でも石田くんじゃない、うん、石田くんかな、うん、石田くんに続くエースは梅ちゃんかな。僕は梅ちゃん、まあ、あと小林くんとかね、はい、いるから、だから強い選手がこんなに揃ってて、はい、楽しみでしょうがないんですけど。ですね、本当ですよ、うん、出雲駅伝よろしくお願いします。お願いします。まずですね、はい、通常ですとどうちゃんね後から聞くんですけど、うん、今日はねヨッシーやっぱり東洋してたんで出ました、どうちゃんから聞いてます。そのパターンですね。まずじゃあ1から6一気にもう一気に書いてるんですね。一気にお願いします。はい、こうです。ドン、おい、はい、1区松井選手、おい、2区西村選手、うん、3区小林選手、はい、4区網本選手、はい、5区石田選手、うん、6区梅崎選手と。なるほど、おう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 、はい、来ましたねこれ。なるほど、なんかね層が厚いんで、ま、うん、悩みましたよ。もうね、はい、うん、じゃあ1区から説明お願いします。はい、はい、1区はですね、はい、松井選手ですよ。そうしますか、素晴らしいね。あの結構多いと思います。うんうん、1区で予想してる松井選手を予想してる人たちは、うんうん、はい、まあ、高校時代からやっぱ1区走ってますし、うん、まあ、去年都大路、まあ、高校生の時代ですね、うん、は区間2位ですし、はいはい、まあ、インターハイでもね留学生に揉まれながらあの頑張りましたし、うんうん、高校時代非常に結果残してるランナーが、うん、東洋に入ってきて、さあどうなのかと思ったら、うんうん、関東インカレで、うん、素晴らしい走りしまして、うん、そうだったね、はい、そしてそれに続く全日本駅伝の予選、うん、こちらもですね組1位ということで、うん、まあ、1組目だったんですけど、うん、まあ、そこで1年生が1位ですよ、うん、はい、だからそれ見てると1区で十分いけるんじゃないかと、うん、なるほど、はい、1年生って短い距離がなんかねこういいんじゃないかとかいうこと多いですけど、まあまあね、うん、この選手は1区でいいんじゃないかと僕は思いますね。なるほど、はい、全体的に見てもですね、うん、それぐらい強いと思います。まあ強さはやっぱ遅れないっていうことですね、うん、なるほどね、はい、もう1位で来なくてもいいけど遅れないっていうのがやっぱ強みかなと思いますね、うん、なるほど、はい、流れ的にその例えば宮古寺とかで1区で走って活躍した選手、はい、いきなり大学入って1年生で1区ってよくあることなんですか。よくは、まあ、よくはないですけど、うん、まあ、あることはありますよ ね、うん、ね、はい、そういう選手ってね将来もうかなり期待されてる選手ですよね。そうですね、大抜擢ですよね、はい、うん、だからもう結果がこれだけ出てる1年生なんで、うん、やっぱ期待したいですね、スタートダッシュ。なるほど、はい、楽しみです。で2区はですね西村真周選手にしますよ。おいおいおい、はい、まあ、短い距離なんで、うん、どうなのかと思ったんですけど、うん、やっぱ彼は5000も強いですし、うんうん、そしてスピードがいる6区をね、うん、やっぱ2年連続走ってますから箱根でですね、うん、そしてまあ経験もあるでしょうし、うん、やっぱスピードあると思うんですね、そういうこと考えれば、うん、でだからまあ平地でも、うん、この短い距離でも十分対応できると僕は思ってます、うん、はい、で関東インカレは 5000m で、うん、7位入賞だったんですかね、うん、はい、ですから本当に5000ぐらいの距離はバリバリ東洋の中でも強いと思うんですよね、うん、なるほど、だから選びました。はい、はい、まあ、経験豊富な走りをしてほしいですね。楽しみですね、はい、なるほど。で3区は小林選手、お、はい、ここか、小林選手にしました、うん、はい、箱根ではね3区を走ってるんですよね、はい、で、62分ぐらいで走っててすごいいい感じで走ってました、うん、はい、で一気にねここで流れを掴んだんですよ箱根は、うん、はい、だから出雲でもやっぱりその1、2区で何かあった時に、うん、ここで戻せるっていう選手を置きました。それ小林くんじゃないかなと思いましたね、うん、だからまあ三大駅伝でこれから上位に行くためには必ず必要なランナーなんで、うん、ちょっとキーポイントの3区に、まあ、S 級の方が集まるんでしょうけど、そうですね、そこに小林くんで僕は行きたいと思います。なりました、はい、うん、で4区はね網本選手にしました、はいはい、あの東洋の中でいろいろ探してたら、うん、まあ、メンバーですね、うん、4区誰がいいだろうとか探してたら、はい、まあ、一番僕東洋の中で絶好調だと思うのはこの網本君なんですよ、うん、そう、はい、
絶好調ですね。そうね、はい、もう去年から比べるともうめちゃくちゃ絶好調ですね、うんうんというのがやっぱりですね、全日本駅伝の全日本駅伝予選の2組の走りですね、うんうん、そうですね、はい、あの時僕ね組1位予想してたんですけど、はいはい、当たったんですよ、ね、組1位になったんですよね、うん、で絶好調と聞いてたから予想してたんですけど、うん、ここまで絶好調かっていう走りしたんで、うん、そしてラストスパートがすごかったんで、うん、こんなスパート持ってるんだと思って、うんうん、で網本選手のねそのスパート力にね期待して4区走ってほしいかなと思います、うん、なるほど、はい、まあ、持ちタイムをね更新していってますから今年、うん、だから期待できると思います、うん、これ絶好調のねこの金をずっと続けてほしいですね。いや本当ですよ、うんですね、だからもう好調な選手はねやっぱ坂井監督使うんで、うんうん、はいはいはい、まあ、網本君使ってくると僕は思ってます、うん、なるほど、わかりました、はい、で5区はエース、うん、石田君です。ここです。はい、なぜ5区にしたかっていうと、うん、やっぱここで区間賞の経験があるということ、うん、そしてやっぱ1年生の時区間賞取ったんですけどね、うん、もらってから石田君の走りというか、うん、もう突っ込んだ中学生の頃の、ね、うん、走りをしてましたね、はいはい、今年はその走りするんじゃないかと思って、うん、関東インカレでも、うん、あと全日本駅伝の予選でも、うん、同じように強気の走りしてましたから、はい、だからもう強気の走りここするんじゃないかと僕は思いますね。なるほどね、はい、だから5区で行きたいと思います、うん、もう一回ここで区間賞を取ってほしいです ね、はい、ね、一度ねちょっと低迷じゃないですけど、そうですね、そういう時期を乗り越えてこの強さですから、ね、はい、何の期待も出ますね、そうです、うん、復活ですね、はい、でアンカー6区は梅田貴選手、うん、はい、こちらはですねもうやっぱり長い距離に強いということと、うん、やっぱ関東インカレでもハーフはね得意で、やっぱそう見ると長い距離はやっぱ本当に安定してるなと思うんですよね、うんうんうん、で、まあ、出雲のこのアンカーというのは、うん、やっぱ長いんで、うん、やっぱ安定した選手を置きたかったんですよね、はいはいはい、まあ、順位はちょっとさておきですね、うん、だからまあ上位で来るもしくは優勝するとなれば、うん、やっぱこの梅崎君が最後に締めてほしいかなと思って、うん、この6人でいきたいと僕は思います。なるほど、はい、強いな、強いんですよ、うん、いやでも本当強いメンバーだと思いますね、本当、ね、上位もあるんじゃないっていうメンバーですよ。ヨッシーどうしてるのとかね、わかりました、まあ、それではねヨッシーはねこのどうちゃんの6人見てどう思ってるか楽しみですけど、うん、ね、はい、お願いします。僕はねこうなりました。ドン、1区大型選手、お2区に石田選手、うん、3区に小林選手、うん、4区宮崎選手、5区に網本選手、うん、6区に梅崎選手です。なるほどね、まあ、こうなりましたね、うん、いや本当に悩みました。何回も書き換えたりとかしました、うん、はい、まずね1区尾形選手、こちらはね、まあ、去年ね1区で6位というね、うん、まあ、まずまずの走りをしてるんですよ、うん、はいはいはい、で今季もトラックシーズン悪くはなかったですし、うんうん、今年もね1区は尾形くんでいいのかなと思ってますね、うん、なるほどね、はい、でまあ、2月の丸亀ハーフで61分台のすごい走りをしたんですよ、うん、だからああいう走りができれば、まあ、今季三大駅伝全部もう期待できるんじゃないかなと思ってます、うん、なるほど、はい、ね、そして2区、うん、石田選手です。2区に来たんだ石田くん、はい、お、まあ、今季大復活の石田くんなんですけど、ね、まあ、なんやかんや言うて5000のタイムはもう東洋ではダントツで一番なんですよ、うん、そうね、うん、でまあ 5.8 キロっていう距離はもう石田くんは僕はね得意な距離だと思いますし、うん、まあ、2区って結構やっぱ競り合いになるんで、うん、まあ、競り合いになると石田くんにはこう結構ぴったりな場所かなと思いますね、うん、でただちょっとね合宿であんまり走れてないっていう噂があるんですけど、そうなの、まあ、まあでも合わせてくるでしょうということで2区にしました、うん、なるほど、はい、そして3区は小林選手ですね、はい、小林くんね、はい、まあ、どうちゃんも一緒で、一緒ですね、まあ、去年もね3区を走ってるんですよね、うん、ただ去年はね区間8位っていう、まあ、小林くんにしてはちょっと苦しい走りになったかなっていう感じだったんで、まあ、ただ今季はねどのレースも本当エース級の走りしてますんで、うん、まあ、去年の小林くん以上の走りは絶対すると思うんですよ、うん、はい、なのでまあ前半のエース区間は小林くんに任せたいと思います。なるほどね、はい、そして4区に宮崎くんにしましたね。おお、1年生敵だ、はい、すごいね、まあ、出雲駅伝って、うん、まあ、シードがないんで、はい、まあ、ある程度こう経験の場としても使えると思うんですよ。そうね、はい、となると僕は出るのはね宮崎くんかなと思ってますね。大抜擢じゃないですか、はい、まあ、5月の関東インカレもね、まあ、1年生でいきなり選ばれましたし、うん、まあ、6月の全日本選考会では2組目で4位っていうね、うん、素晴らしい走りをしたので、うん、まあ、今後のね東洋のエース候補としては出場してほしいかなと思ってます。熱いな、はい、
そして5区、はい、網本選手ですね。ここに網本君か、はいはい、まだね三大駅伝出てないんですけど1回も、うん、はいはい、まあ、今季はもう完全に主力になってる選手ですよね、うんうん、あ、もうさっき道ちゃんも言ってましたけど、うん、全日本の選考会でねもう2組目で1位っていうね、はい、素晴らしい走りをして、うん、すぐあった小川駅伝でも、うん、アンカーで区間賞ということで、うん、はい、そしてね7月の北海道では1万メートル28分31っていう、ね、素晴らしいタイムを出してるんですよ、うん、まあ、なのでこのまま好調維持できれば、うん、まあ、間違いなく6人には入るかなと思いますね。はい、そしてアンカーに梅崎選手、ここで梅ちゃんか、はい、まあ、ちょっと直近あった北海道マラソンはね、うん、苦しい走りになってしまったんで、うん、まあね、正直この出雲駅伝にエントリーしてくるかはねわからないんですけど、うん、まあ、言ってももうエース級の選手なん で、 いやいや、はい、もうこの予想の段階ではね入れたいと思います、うん、はい、あとまあ今季ねそのマラソン以外は、うん、ほとんどねいい走りできてたんで、うん、まあ、本来の調子であれば、うん、まあ、去年は区間6位だったんですけど、うん、まあ、それ以上の走りができるかなと思ってますね、うん、はい、なので梅崎くん6区でいきたいと思います。なるほど、はい、どうですか、お互いこう見合ってみてどうですか、うん、いやー僕はいい、うん、松井くん入れなくて、はい、宮崎くん入れてますよ。まあまあそうなんですよね、1年生で宮崎くんなんですね。宮崎くんちょっとね期待値がすごく高いんですよ。あ、そうなんだ、うん、しかも松井くんって結構いろんなところで予想してる方多いんですよ、はいはい、うん、そうですね、うん、それを入れてないっていうのも結構びっくりしました。いや、びっくりしました、びっくりしました、まあ、この後ちょっと聞かれると思うんでそれに答えようかなと思いますけど。あ、なるほどね、うん、うん、うわ、これは本当にね、うん、東洋を推してるヨッシー、はい、本当にこれ聞かなきゃいけないね、うん、まずこれを聞こうかな、はい、どうしても入れなかった7番目の選手、うん、ね、いますからね、こちらをね、じゃあでもどうしたからいきましょう、はい、お願いします。僕はね、うん、薄根選手です。おお、はい、調子いいもんね、はい、うん、まあ本当に調子いいということで、うん、はい、でまあレギュラーにもほぼなりかけてますよね、うん、まあ、レギュラーというかメンバーにですね、うんうん、だからもう非常に迷った選手の一人なんですけど、うん、去年全日本大学駅伝ですね、うん、に走って、うん、まあ、ある程度まずまず走りしたんですよ、うんうん、でまああの東洋がねチーム的にちょっとこうわ悪いっていうかね、うん、ちょっと低迷している中での薄根くんのあの走りだったんで、うん、僕はちょっと希望があったような選手だったんですよね、うんうん、その時見せた時に、うん、だからやっぱ今回もそれから調子落ちてないんで、うんうん、メンバーに入ってもおかしくないかなと思います。なるほどね、なるほど、はい、それが7番目の選手、7番目です、はい、ではヨッシーの7番目の選手お願いします。はい、僕はですね松井選手ですよ ね、 ですよね、はい、ちょっと聞けなきゃいけないね、うん、まあ、今季はもうめちゃくちゃいい走りしたじゃないですか、うん、まあ、今季っていうかもう高校生の時からずっといい走りしてたんですけど、ね、あのね、うん、アンダー20の世界陸上ですよ、うん、あれでね非常に苦しい走りになったんですよね、うん、でそれが8月の末にあって、うん、で合宿にも今参加できてないんですよ。なるほどね、はい、うん、っていうのがあって、まあ、本当はね、うん、僕も出てほしいですよ、うん、めちゃくちゃ出てほしいんですけど間に合うかどうかっていうところなんで、まあ、今んとこはね7番目ですね。なるほど、そういうことか、はい、もし間に合ってたら、はい、宮崎くんよりも松井くんが上ですか。僕の中では尾形くんと松井くんが変わりますね、うん、なるほど、やっぱ一区に、そういうことか、はい、じゃあ宮崎くんはそのまま出ると、宮崎くんはそのまま出ると思ってます。熱いな、はい、なるほど。で堂ちゃん的には宮崎くんは入れてないと。そうですね、宮崎くんはもう箱根からって考えてます、ね、あ、そういう、まあ、5区とかね、はい、そうですね、言われてますからね。なるほど、はい、うん、そういう意味でいくと、まあ、これ出雲駅で、はい、箱根も楽しみですね。いやー、楽しみ。そうだね、暑いっすよ、うん、暑い。全日本も結構いいんじゃないですか。あ、そうね、うん、確かに確かに、春先めちゃくちゃ良かったからチーム的に、うんうん、確かにね、だからもう期待できますよね、うん、まだね、あの直前になると、まあ、順位予想の話も出るんですけど、はい、今の時点、はい、どうですか、何位ぐらいと思います。まあ、この前の予想ではまあ我々は上位に入れてましたね、うん、5位だったかな、僕は、うん、僕も5位になった気がするな。なるほど、まあ、やっぱそのぐらい、そうですね、変わらず、はい、変わらず、うん、いやでもね本当に、去年の今頃の、うん、東洋の予想とは全然違う。いやー、そうですね、特にヨッシーはね生き生きとしてますね、うん、そうですね楽しいですね予想が、ね、本当に、うん、本当にね、我々東洋役応援もしてますし注目しますので、はいはい、頑張ってほしいなと思っております。はい、本日は出雲駅伝区間エントリー予想東洋大学編でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。